ポチッとな。はい、皆さんこんにちは、マイクです。今日はですね、釣りに来てます。なかなかですね、やっぱこの時期釣れないのでですね、釣れない時間を利用してですね、動画を撮らせていただいています。ですね、今コロナウイルスが流行っているのはね、皆さん本当に承知だと思うんですけども、私の家でですね、マスクがですね欠品しそうになりました。もうこれ死活問題ですね。どこのスーパーや薬局行ってもですね、マスク売り切れ、一部のですね、高い1枚100円以上するようなのですね、そういうマスクありますけど、そういうのは高価ですんで、できれば50枚入りのとかね、30枚入りのとか、ダイソーとかセリアさんとかでね、100円ショップに行くとですね、10枚で1箱売ってたりしますけど、もう欠品の店だらけですね。店の人に聞くとですね、開店前から並んでて、でたちまち売れ切れてしまうということで、1時間も経たずにですね、売り切れてしまうとか、そういうことをですね、何件も回って同じようなことを言われました。それでですね、コストコがあるんですけども、コストコにですね、開店前から、並びました。それでもですね、30分、通常10時からなんですけど、9時半ぐらいから並んでたんですけど、もうすでにですね、10人ぐらいの方がですね、もう先に並んでらっしゃって、で、それだけですね、多分マスク狙いだと思うんですけど、コストコはですね、あらかじめ入荷するってことが教えてくれないので、分かってないので、その日であるかないかは、それは博打みたいなもんですけど、で今回ですね、並んでですね、行ったらちょうどありました。こちらの方ですね、極上空間ですね、150枚で、これをですね、1400いくらですかね、ぐらいで購入することができてて、150枚ですので、これでですね、当分我が家はですね、マスクに関しては一安心ってことですね。当然マスクだけではね、インフルエンザとかその他の疫病ですねは防げないんですけども、手洗いとかうがいとかだから、徹底したその除菌ですよね、そういったことを心がけて、病気にならないようにですね、ウイルスに移されないように、また自分が移っても移さないようにですね、そういった配慮をするわけですけども、これで当分マスクがですね、心配がなくなったということで、ちょっと一安心している次第でございます。そんなわけでですね、それでメルカリとかですね、そのフルマアプリとかその他の通販サイトとかでですね、通常の価格のですね、10倍以上のですね、値段がついてる、それで購入されてる方たちもたくさんいるみたいでですね、いち早くですね、皆さん、誰もがですね、マスクが買えるようなね、そういう在庫になってくれればいいかななんて思ってます。それとですね、こんなことを聞きましたね、友好姉妹都市っていう制度があって、中国の友好姉妹都市ですね、そういった都市にですね、マスクをですね、大量マスクとか、そういう防塵服ですかね、そういったものですね、資材関係を大量にですね、売ったっていうことも聞いてますし、それをそれでいいと思うんですけども、世界的な活動としていいと思うんですけども、もう日本人がですね、帰って それが原因でですね、マスクの供給が滞るようなことがあったり、高額転売とかのそういうネタになったりするんですね。そういうとこ、こういうことがあっては本末転倒
じゃないかななんて思ってますんで、それでちょっとですね、まあ困ったことになったななんて自分で思っているという次第でございます。まあそんなわけですね、マスクが無事入手できました。まあそういったことで、かなりマスクを入手するのが困難になっているこの現状をですね、ちょっと YouTube の、ね、動画で上げさせていただきました。こんな形でですね、今回はこの辺りで失礼いたします。どうもご視聴ありがとうございました。もしよろしければですね、チャンネル登録の方をポチッと押していただければと思います。どうもご視聴ありがとうございました。それではマイクでした。Yeah.